えー、次のテーマ皆さんに届けられる医療にするためにというところにちょっと移りたいと思います、えー、今そうやって進んでいる再生医療ですけれどもこれ、えー、実際に皆さんが受けられるようになっていくためにはまだまだいろいろな課題があります、えー、高橋淳先生の今やられているのは治験なのでその今治験で通ればもう標準的な治療に 保険が適用されるようなところを目指していますですがまだ研究段階で研究としてやられるものの方が圧倒的に多いんですねそれからまた実際にやろうとすると大学の先生たちがずっと細胞を作り出してというわけにはいかないのでやはり企業の方たちが実際に患者さんに届けていくようなそういったシステムが今後必要になってきます。 えー、せっかく今あの、企業の立場として来ていらっしゃる畑さんにお伺いしたいと思いますけれども、えー、再生医療、今、市場性とかですね、それから、えー、そうですね、今後どんなふうに進んでいきそうなのか、見てらっしゃいますでしょうか。 はい、ありがとうございま,すあのまず再生医療の市場性っていうことをまず考えますと実はあの私自身が1990年代の頭に、まあ、自分自身実は口腔外科というところで臨床をやっておりましてで自分で当時あの、まあ、ルールもまだまだっていうところだったので自分自身で細胞培養して患者さんに治療をしていたという経験があります。 でおそらくこれは役に立つだろうというふうに思っていまして今のご質問の市場性という観点から言いますととにかくやはり治していただきたい患者さんがおられてで治療方法があればこれはもう市場性という以上にですねニーズがあって適切に提供する仕組みすなわちそれがおそらく市場という言葉になって現れてくるんだろうというふうに思っておりますただ一方でこの瞬間市場があるか いうこととになります,とです、ね、これは極めて難しい問題でしてこれは海外もかなりです、ね、今悩みながら市場を作っている段階だと思いますで我々も実は皮膚や軟骨を提供させていただきましたで最初の頃はですね例えばどうやってデリバリーするのか 液体に入ったものをどうお運びするのか我々のベンチャーでしたので、えー、全国に提供するというのも大変、えー、苦労をしました例えば飛行機なんかで運ぶ時も最初は良かったんですけどももう液体が載せれなくなった段階でアウトこういうことでございますでよくなぞらえて言うのは車を作ろうとしても道がないという状況でして何を考えるかもう道がないとこ走る車を作るしかない当然高性能高いもの 一品もの、そういったものがいるようになる。これがもし市場形成されて、道ができるようになれば、その道を走る車を作ればよいということになりますので、えー、きっともっともっと広がっていくだろう。そうすると、市場が先か医療が先かあ、そういったことなんだろうと思いますが、今我々が本当に期待しているのは、こういった再生量がどんどん進んでいってですね、で皆さん多くの方々、車が必要、いる、そしてさらに道がこれできていく。で道ができればもっと いい車ができて、こういうような市場形成ができればいいかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。えー、今はどうしてもその一品物 <laughs> 高いものという形で進んでいっていらっしゃるかと思います。あの特にまだ市場が形成されていないので、今やはり、えー、どうしても高いものになりがちなんですね。で、えー、今よく医療はあのー。 の治療を薬として知られたオプチーボの時もそうでしたし今その後に続く治療法カーティーとかって言われるような新しいがん治療もあるんですけれどもとにかくコスト高いというのが問題になってきます日本があの持続的に医療を継続今のシステムを持続的にやっていくためにはやはりそのコストの面っていうのがあのすごく重要になってくるかと思いますただ一つあの日本の医療ですごく 弱いいいいいのののはは医療のコストってて実すすすごくく難しくてででねね高ければ悪ととううものじゃないということなこんです、ね、あのよく聞く、よく聞けばその1回の治療で一発で聞いてしまえばまた仕事に戻ってでまた税金を納めていくそういうものとそれから安いんだけれども何十年間もずっとその薬を飲まなければいけないような状態になった時これ、どっちが安いんですかって実はすごく難しいんですね。 でこういう議論というのは実は日本ではあんまりできていません、えー、そういうコストの問題っていうのをあの単に高いとか安いとかっていう比較ではなく本当の意味でのコストがどうなのかっていうのを見極めていくような制度も再生医療を続けていく中では必要になってくるのかなというような印象を持ちます。ちょっとあの時間が をしていいるととうことなので次のテーマに行かせていいいたただきたいと思います、えー、次のテーマ、えー、研究者から皆さんへ伝えたいことということで、えー、それぞれの研究それぞれの子立場からですねあの今、伝えたいことは何か皆さんに知ってもらいたいことは何なのかちょっとボードに書いてもらってきておりますのでそれとともに紹介していっていただければと思います。えー A、メドの 部長さんからお願いします 2>, あの2つほどまた申し上げたいと思うんですけれども、あの非常にあの画期的な技術開発といえども、これがあの医療に役に立つようになるには、ずいぶん長い時間を要するということでございますけれども、あの今からちょうど40年ぐらい前にさかのぼる、1970年代はあのいろんな意味での最先端技術が次々と開発された時代でもありました。 そのうちの2つ例を取ってみると、1つは1980年にノーベル賞を受賞した、その,遺伝,子あの遺伝子情報の解読法、つまり遺伝子シークエンス法なわけですけれども、これはもう現在の医学では、薬を作ったり、診断をしたりする、あるいは治療薬、これから遺伝子治療のための治療薬としても開発されていく大きな技術にとして応用されてきています。 それでまさにも今日話もいくつも出ておりますけれどももう一つはやはり1970年代に開発されたモノクロナル抗体を作るこれは1984年のノーベル賞受賞の成果ですけれどもまさに本庶先生が利用されたのもモノクロナル抗体ですしそういうものがあの今がんの治療やそれからリュウマチのような自己免疫疾患にも使われるようなそういう意味であの山,先生あの山中先生が 画期的な技術として樹立された iPS 細胞もぜひ一歩一歩着実に進歩を重ねて医療に役立つような技術として幅広く使われるようになっていくといいなというふうに思っておりますありがとうございます。畑さんいかかがでしょうかえー 私はあのこういう話に来てますとどうしても「山岳間連携」という言葉が出てまいります。これは極めて重要で例えば我々メーカーとして、えー、皮膚や軟骨を作っていますが。 移植の方法をまずしっかりと先生方にご理解いただくというのもです、ね、そんな治療までやったことがないというような新しい治療ですので手術の仕方を1つ取ってみても先生方と協力をするまた今医療現場で何が必要かということも先生方からお聞きするさらにそれをきちっと規制をするというところもです、ね、本当にあの、まあ、行政の方々の役割もすごく我々はいただいておりますでさらにもう1つ 山岳間,間連携です三角間連携の上に患者様を治すっていうのはまあもちろん一つなんですが一方で患者様にも連携を頂くっていうことでありますというのはおそらく、まあ、整形外科領域であればリハビリテーションが大変重要です今我々の治療を受けられた患者さんは一生懸命リハビリをしていただいてこの治療の成果を上げることをやっていただいておりますそれによよってこの再生量がより 発展をしていくまた今のコストの問題、じゃあいくらだったらこれコストが適切なのか安い方がいいや、それはもちろんそうですがいくらぐらいであればいいのかという議論に患者様も入っていただいて議論を進めていく、そういった意味ではこういったシンポジウムも含めましてです、ね、まさにこの産学官官連携も重要ではないかなというふうにご提案申し上げたといとうう思います。ありがとうございいまます新ししワード出ましたね三角間連携 はい、えー、武藤先生、いかがでしょうか <laughs> えっと今、参官官学連携の話が出てしまいましたけれども、同じようなことですね、患者市民参画というふうに倫理の世界では呼びます、あの国際的にもさまざまな分野で医療や医学研究の場面に、研究の始まりから終わりまで、えー、患者さんや市民の意見を入れながら進めるという、その仕組みがあのどんどん進んでいます。 日本でもこれはこれから進んでいくと思いますので、ぜひ皆さん、勉強して一緒に研究者と歩んでほしいし、研究者の方々は患者さんや市民の意見をしっかり聞く耳を持っていただき、コミュニケーションのスキルを養ってほしいなと思います。もう一つが、注目が高すぎるせいで、研究者をそっとしておく時間がない環境が良くないと、私は思っています、静音環境、でこれはあの不透明にするとかそういう意味ではなくて、研究者の本部は研究をすることであると。 そこにぜひ集中してもらいたいということがあるのであんまり騒がしくせずにそっと見守るということをぜひ大人の態度として日本はやり遂げたいなと思います。えこれは海外から日本がいろいろあのさっき山中先生、すごい奥ゆかしく恥ずかしいとおっしゃいましたけどじろじろ見られすぎて結構迷惑なこともあるんじゃないかと私は推測しますのでえぜひ温かく見守りたいと思います。私かかか。らはは以上でです。す。はい、いいありががとううございます、えー、高橋純先生いかがでしょうか はいえっとまあ、私は自分の発表でもいろいろ言わせていただきましたけどもあの未来を信じるということでありますあの、まあ、そもそもです、ね、生物にとってその過当な生物を考えれば分かりますけど生物にとって治るということはどういうことかというとこれはもう自己修復なんですね自分の細胞で自分を治すというのが生物の基本であります。 それを、ね、iPS 細胞を使って、まあ、ぐーっと遠回りしてですけれどもできるというのはこれは長いその地球というかまあ宇宙のです、ね、歴史のやっぱ必然であるかなというふうに思っていますしそういう歴史の場に立ち会えた我々は非常にラッキーかなというふうに思っていますそれが一つですねそれとまあこれも今日発表の時に言いましたけれども研究までは研究者だけでいけるんですけど臨床になってくるといろんな人が 巻きき込ままれていきますでその時にあのもちろんその患者さんもですねそれぞれが当事者意識を持って、えー、そ,のそれぞれの立場で取り組むということですねでこの未来を信じるっていうのはあの何もそのバラ色の未来を妄想するというわけことではなくてそれはいろいろありますよ僕たちでも今ここまで来るのにそれはあの平坦な道ではなくっていろんな困難もありましたけども。 そういう状況でも未来を信じるということはやめなかった、ですので、多分これからもいろいろあると思うんです、いいこともあれば悪いこともあると思うんですけれども、それぞれが当事者意識を持って、でも未来は信じながら努力を続けるというようなことが共有できればいいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。山中先生いかか。がでしょうか 僕だけなんか意味不明の記号で申し訳ないんですけれども一応 VW ということで僕の一番好きな言葉ですがあのビジョン w o ワークハードなんですけれども、えー、まあしっかりしたビジョンを持って一生懸命努力するというのがアメリカでボスから教わったモットーでありましてであの私たちのビジョンは、まあ、今の明確なビジョンは iPS 細胞を患者さんに届けると。 いうビジョンですでそれに向かってあのたくさんの研究者と高橋淳先生はじめワークハードーただあの働き方改革ですから最近ワークハードだあまり言うなって言われていまして <laughs> ワークスマートとか言ったりしてるんですけれども、えーまあ、一生懸命ともかくワークワークするとであの結構高橋先生と同じですけれどもあの今あの高橋先生とかいろんな先生が克服しようとしている病気とか まあ、脊髄損傷の等の怪我はですね、えー、大変なものばっかりなんですね今まで何十年という,う多くの医学研究者医師医学関係者の努力を朝霧り笑うかのようにいまだに治せない病気として残っているわけですからそんなに簡単にあの克服できないと思っています。iPS 細胞といいう新しい 武器ツールが得られてチャンスではあると思いますがじゃあ,あのピースを使った再生医療とか創薬という一つの武器だけで治せるかというと治せるものもあるかもしれませんが一つではダメなかもしれません。じゃあ,あのさっきの山登りに例えると一回山頂アタックしてダメだったらもう諦めるのかというと。 諦めるわけにはいいかないんですね患者さんがあいるわけですからですから一度だめだったら一度ベースキャンプに戻って何でダメだったのかをよく考えて改良することは改良して1つの治療法ではだめだったら2つ3つとこう合わせて、えー、やるというあのこれでもかこれでもかということをこう繰り返していく必要があります。だからそ,それがまさにワーークハード ありますのであのぜひですね、えーまあ、結構これアメリカ型の研究開発だとお一度アタックしてダメだったらもう投資家がさっと手を引いて、えー、もうやりたくてもできないというふうになるんですけれどもぜ,ぜひですねこの日本という国はあ一度アタックしてダメだったらもうできないという国ではなくて、えー、可能性があるのであれば可能性がないんだったら諦めるべきですけれども。 可能性がある限り再アタック、再再アタックができるように、ぜひあの、まあ、ビジョンぶれずにい,あのいろんな先生と頑張っていきたいと、まあ、そんなに簡単じゃないですから、いろんな困難がいっぱいあると思いますが、あの必ず、えー、ゴールを目指して、えー、頑張りたいと思っていまますすありがとうございます、えー、こういった話を聞いていますと、すごく思うのが、あのー これに集まっている方たちって、なんかすごく。いじめられるのが好きなのかな、みたいなことをすごく感じるんですね。これだけ山中先生、これだけ忙しいのに、ひたすらマラソン走ってみたりとかですね。<laughs> あの。高橋純先生にしてもですね。あの、この分野に集まっている、ここに壇上にない方々もそうですけれども。基本的には、その研究者としては、別に。あの、こんな大変な思いをしてやらなくても、偉くなる。 ですね、あので日本はこれまで医薬品を作るのはずっと下手だと言われてきました、えー、それはあの医薬品を作らなくてもあの偉くなるんですねあのちゃんと研究して論文を書いてればですねそれをあえてそこから一歩踏み出して、えー、医薬品を作ろうとしてまた困難にぶち当たってまた必死でもがいている人たちの集まりで そこに、えー、奇跡的にですね行政も乗、えー、っかりそれから、えー、企業も支援する人たちが出て、えー、恐ろしいほど奇跡的なこのチャレンジする人たちの集団が出来上がっているというのが今の再生医療のよ現状のように私には見えます。でそそののの人たたたちがが今今まさにその医薬品をを作るのが下手だったと言われた日本を今変え 現実に今どんどん変えているその最中だというふうに思えるので、えー、私たち取材者もすごくそこに注目するというのがあるんだと思いますそしてあの今この再生医療をまつわるところその臓器をどうやって作っていくかっていうようなところそれからあの初期化 そもそもこれはあの iPS は初期化から始まっています細胞の文化謎がまだまだたくさんあります分かっていないところがありますこれは新しいサイエンスを生んでいくんだと思いますなので若い研究者はぜひそういうところに注目して入っていってさらに伸ばしていったらいいんじゃないかなというふうに感じます、えー、私たちはこの再生医療から生まれてくる新しい医療の恩恵をこうできるだけ味わえるといいなというふうに願いながら そしてこの日本がチャレンジをできる社会に変わっていくっていうような姿をですねこの再生医療に携わる人たちの背中を見ながら感じ取れたらまたさらに意味のあるものになるんじゃないかなというふうに感じています、えー、時間が来てしまいましたのでこれで終わりにしたいと思います壇上の皆さんにあの拍手をお願いいたします。